旅行者にとってホテルに泊まることはごく普通のことですが、中国ではホテルが別の邪悪な目的に使われることがあります。中共当局はホテルの一部を闇刑務所に改造し、両親の囚人を拘束して信念を放棄させるために使っています。アメリカに拠点を置くファールンゴン情報サイトミューフィネットの報道によると、今年10月、河北省香水市のファールンゴン学習者数人が不当に連行され、 市内にある和光ホテルの裏側にある建物に拘束されました。内部関係者が明かしたところによると、この建物の4つの部屋がファールンゴン学習者の拘束と尋問に使われていたといいます。この4つの部屋には窓がなく、分厚い防音壁が設置されていたといいます。連行されたファールンゴン学習者は、鉄製の椅子に縛り付けられ、一晩中取り調べを受けました。 さらには彼らが眠れないようにテレビが大音量で流されていました。カナダ在住の二人のファールンゴン学習者が中国の闇刑務所での体験を語りました。ヒョウ・ギョウキンさんは13歳の時、関東省で祖母と一緒にファールンゴン迫害の真実を伝えるチラシを配ったことで強制連行され、この種のホテルに拘束されました。 それは普通のホテルではありません。特殊な設計になっていて、私は何回も登って、鍵のついた鉄製の扉をいくつも通り抜け、ようやく拘束されていた部屋の外の廊下にたどり着きます。廊下の外には防犯ネットが張られ、私が逃走できないように、警官が二人、扉のそばに立っていました。窓はすべて太い鉄格子で封鎖され、いくつかの穴が見えるだけでした。 両平義さんも同じ経験をしたことがあります。2004年7月、広東省歯科医師で警察によって強制連行された時に、民夫ホテルに拘束されたといいます。ホテルは主に洗脳に使われていました。信念を放棄しない者は強制労働収容所に送られるのです。私は逮捕され、車に押し込まれて市会民夫ホテルに送られました。私はまず、ある部屋に入れられました。 補助警官が来て監視していたので私は外に出られませんでした廊下でも警備員が巡回していましたなぜだかわかりませんが翌朝まで一晩中魔性の強いうるさい音楽を大音量で流していました後になって他の学習者から聞いたのですが特別にそのように設計されているそうですその部屋は新入りを対象にしたもので精神的に参らせるためのものだと言いますミューフイネットの報道によると ファールンゴン学習者を洗脳するためのホテルは中国各地に存在しています。NTD ジャパンがお伝えしました。